はい、それじゃあモルデカイザーやっていきたいと思います。ロガーがしかしまずそうだね。ヘルス結構モルデカイザーで一回向かってないな。いなくないそれ。お、死んだ。逆に逆で草。ナイス。どういう状況これ。めんどくせえな。あ。危ねえ。殴った殴った、ナイス。ナイス。なんか鋼ジェイスって流行ってんの今。お流行りですか。ちょいちょいいるよな。はい、こんばんは。ネギトロ、中国茶場で絶賛入院してるらしい。トップレーンのタワーが攻撃されています。シャットダウン。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。水も結構育っとんな。このチャンピオンを攻撃。レオナのキルなんこれ冥界中なのに。ヤッチョさん的にモルデカイザーの適性はトップとジグどっちですか。まあ
分どっちもいけるけどな、全然。どっちもいける系だとは思うけど。壊せなかった。やるしかないかい。トップレーンのタワーが攻撃されています。危険。お前とがね、逃げようぜ。敵のダブルキル、敵のキリングスプリー。増えんな。敵のランページ。渋いなー。 OK。 敵を倒しました。敵のタワーを。傷そう、周り。鋼ジェイスでも結構やられちゃうんだな。でもレーンって結構強いのかな、モルデカイザーって。レーン強いかどうかだな、マジで。ジャングルはやっぱね、1対1性能かなり高いし、強い気はするけどね。敵のタワーを破壊しました。まあ、ジャングルの方が簡単だね、絶対的に。まあこっから鋼行くかだよな。まあ一旦こっから鋼行ってみるか。でもこれ結局最初にやったもんな。最初にこれやったもん。なんかダメージでもセナだったからかな。いや俺はこっちの方が強いと思うんだけどな。
ばヘルス。一旦落ち着けばいい俺。ルートをどう使うかだな。タックさえ溜まってればみたいなとこあるけど。もっと早く誰かに切ってよかったかな。あるまでもよかったな別に。全然カルマでもよかったな。メタモン、エズカカルマにウルトしても強そうでしたね。カルマでよかったね。エズはワンチャン負けてた。アブ、ワイ、ジャングルに転向したんですか？いや、全然。オッケー、リーダーできた。パワースパイク。まあでもこっからやっぱアマランスが丸いよな。はい、多い。意外と勝てるって感じやね。そう、いつまで戦ってるんこれ。味方が倒されました。意外と粘られたな。全部あると粘られるな。移動中です。バロン行かれたくたくなくて戦ったけど。バロン攻撃移動中です。やってないこれ。移動中です。ファイト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 。火事は敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。メタモン、3人引っ張って9当てたと使ったと思った。解散粘られたね。ダヤなんてバロンに感覚った。ああアブ、ワイ、カイザー先生強いっすね。いやそう、カイザーマジね、1v1 マジ強いから。間違えた。あ、やべやべえ、なんかサッシュ買っちゃったー。あー、てかスチールブレードキャット買えたー。ミスった。変なの買っちゃったー。だよだよだよ。へいへいへい。
かにぜこれ。まあいっか、取れるな、どっちも取れるならまあ別にそんな悪くないから、どうせ終わんないやろ。間に合うなこれ。必要だったかな。これこっち。出ていたんこれ硬いね。マジあ、ジェイス強いな。確かにそれできるなら。いやマジで寄ってこんな。どうしたんこれ。あ、もうちょい押すか。それだ。ザヤマジで寄ってこんな。ザヤなんでこんな寄ってこんの。なんこいつ自己中が過ぎないか。ちょっと敵のチャンピオンから退却。味方が倒されました。俺乗るか。誰も乗らんのや。俺乗らない方がいいと思うけどな。このチャンピオンを攻撃されて。あぶ、ワイ、拗ねてる系の面倒くさいやつだ。ワイ、お、拗ねてる。ね、だからこれやばい、これ。俺乗ったから大変なことなってるやん。俺が止めるしかない。まだ大丈夫、出たら俺ウルト使えるから。出たらウルト使えばいい。黒かけたよ。オッケー。アブ、ワイ、ペースが玉のしい。たくましいね。ウェーブ押そうぜ。敵を倒しました。ウェーブだけ整えるか。うーん、でもあそこのドラゴンのとこマジでちょっとカルマに打てばよかったな。そこの後悔がちょっとなくならない。敵を倒しました。ナイス。まあ、GG か。リース硬っ。
ナイスー、やった、勝てたー、モルデで勝てたー。5戦1勝、全部これぐらいのスコア。3000ダマゲー。エイス、エイスじゃねえや。モルデ、モルデ、あれモルデ何回使った俺。モルデ5試合 38%、38%? 違うな。5試合で 20%、 蹴り 8.4、 4.0、 8.8、 3万ダメージ、3万8000被ダメージ。まあ、結構強いんじゃね。おすぎ、ジェイスとのタワーダイブやられたら発狂してる。まあ、KDA5 ぐらいっすね。僕のモールデカイザーは。まあ、俺はトップで使ったことないかわからんけど。どうなんだろう、買わないかわかんないけど、まあ、ジャングルが楽だと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくねー。